はい、どうも皆さん、お世話になってます。 YouTuber 平本です。さあ、本日はですね、平本先生こんにちはということで来ましたよ。何かなと思いましたら、今後のカンターレの展望を教えてください。また今後のオカリナ業界の展望も合わせてよろしくお願いしますということで、非常にこう幅広い俯瞰したね、この未来予想ですね、それをやってくれという話でございますので、まあ、ちょっと、語っちゃおうかなという回でございます。まあ、今後ね、まあ、ラジオ形式でこういったこう、なんていうのかな、まあ、僕が思うこの、カンターレ像っていうんですかね、あるいは今後の、まあ、オカリナ、まあ、どのようにカンターレがこう立ち振る舞っていくのかと、まあ、そういったこうラジオ形式なんかもね、いいかななんて思ってこうメールや見させてもらっております、まあ、ちょっとね、少し今日はやっていきたいと思います。またですね、まあ、その中で言うと僕は明らかに、やってるのはこの YouTube ですよね。これはもう本当10年ぐらい前からやってます。一番新しいのやってみてください。もうかなり前の出てきますからね、まあ、そこからやっぱ YouTube っていうのはね、まあ、定期的に上げてて、まあ、3年ぐらい前からですからね、できる限り、まあ、週に3本ぐらい上げるようにはしてるんですよ。それはなぜかっていうと、買ってくださった皆さんが、まあ、いかにこの、なんていうのかな、ハウトゥー、高い音ってどうやって吹くのとか、低音がなかなか安定しないんだよとか、例えば 4C から買うの、3F から買うの、3F から買ったら次 2G に行くの、1C に行くの、まあ、そういう お悩み相談ですよね。それをまあ僕がここで、一人でも解決できてれば僕の使命かなというふうには思ってます。で、特にやはりこの頃皆さん、そのオカリナをやってる世代の皆さんが非常に YouTube をご覧いただいてるんですよね。で、そうなると、その今までカンターレを知らなかった人がね、先日も旦那さんが僕の YouTube を見つけてくださって、そのね、どう見てよって言ったら、その奥さんが気に入って買ってくださったとか、あるいはね、今日ね、メール来てくださった方は、こちらはですね、どこだっけな、山梨県の方ね、山梨県の方で、まあ、初めてね、やっぱりこの YouTube で知って買っていただいたくださった方なんですよ、ね、ちょっとご紹介しますけどね、この度オカリナを購入させていただきました〇〇です。ありがとうございました。荷物を開けていろんなものが入っていてびっくりします。ここはね、うちの一つの売りでございますから、こうなんか宝箱を開けるようにね、一応仕込んであります。早速まずオカリナを触って拭いてみました。結構ね、上級モデル買っていただきましたよ。ありがとうございます。透明な中にも重厚感があり感激です。こちらですね、もう山梨県の方ですよ。なんか山梨とかさ、静岡、まあ、この辺のお客様が多いですよね。まあ、なんとなくだけど、僕のこれ勝手なイメージだけど、山梨、静岡と茨城って似てないですか。なんとなく、なんとなく、こう、のどかなところで、自然豊かで、まあ、東京挟んで、東が茨城で、まあ、西寄りが、まあ、静岡、ね、山梨、甲府。あ、甲府だったかな、忘れちゃったけどね。まあ、ありがとうございます。ね。早速、地域サロンに使わせていただきます。ありがとうございました。ということで。こちらの人もね、本当に透明感の中にも重厚感があり、感激ですって言ってるわけですよ。まあ、やはりその僕が思うそのカンターレのその真髄っていうのが、伝わっていただいたのかなということで、もう本当に感激しております。で、やっぱりカンターレっていうのはこの YouTube を通して、まあ、僕はまあ今後やっていきたいと思うし、あとは集いね、そのコンサートをこう、まあ、いろんなところでね、その自前である程度の規模のやつはできるんでね、まあ、茨城県ではやってますし、まあ、隣県で言うと、栃木、埼玉、千葉、まあ、この辺でもできるし、まあ、今年の1月にはね、東京のど真ん中でもやってますし、来年にはね、2025年2月26日にはね、隅田トリフォーニーホールでやりますので、まあそういったそのリアルのコンサートも、まあ今後やっていきたいなっていうふうに思ってます。で、まあ僕の中で言うと、大きいコンサート的、大きいなんか目標的なのは、ぼんやり2つはあるんですよ。まあこれは後の回でお伝えしたいと思うんだけど、やっぱり僕の一番の売りっていうのは、やっぱりこういうメールを頂戴できる
制作者メーカーがどれほどいるのかっていうのが僕の一つの強みだと思ってるんですよ。やっぱりその作っているメーカーの人と LINE がつながって、まあある程度話ができるっていうのはなかなかないと思うんですよね。で、こうやって YouTube も僕これ全部仕込みから編集まで自分でやっちゃいますからね。そういう形で、まあ今後はまあこのスタイルは続けていこうとは思ってるんですけども、その大きな爆発的な問題で言うと、まあ二つ一応考えてはある、っていうのがまあうちかな。あとはそのオカリナ業界をその俯瞰して見てみると、まあ僕が思うにはなんかね。既存の曲をやりすぎのような気がするんですよね。まあ、これは、その、愛好者様ではないです。愛好者様は、ボランティアでね、吹いて、受ける曲があったように、愛好者様は、水戸黄門をやっていただければいいんですよ。スバルを吹いていただければいい。あいみょんを吹いていただければいいんですよ。僕が言ってるのは、いわゆるその、オカリナのプロと名乗ってる人が、既存の曲しか吹かないっていうのがね、ちょっとなーっていうのがあるんですよね。特にクラシック音楽を吹く。別にクラシックが吹いちゃダメって言ってるわけじゃないですよ。僕も大好きだからクラシック。やっぱり父親がさ、ベートーベン、モーツァルトを聴きながら僕育ってるからね。そう思うとかなり上層教育な感じだけどね。だからクラシックに別にアレルギーもないし、どんどん吹いてもらいたいんだけど、そこかなっていう気はしてるんですよ。で、その、じゃあクラシックでもいいんだけども、そのもそもクラシックっていろんな楽器があるわけじゃないですか、OK。まあこれはもうバロック時代からいろんなね、楽器がこう生まれては消えて改良されてきてるんだけども、その中に楽器がね、生まれて、その楽器が日の目を見るためには何が起こってきたかわかります？これはね、ほとんど全てが当てはまる方程式なんですよ。これはその楽器のための曲が作られるんですよ。そうすることによってその楽器自体がメジャー楽器になっていくっていう順序をたどってるんですよ。これはほとんど今のオケに乗ってる楽器は全てあります。例えばピアノで言ったら、まあショパンですよね。ショパンがもうエチュードからもう野草曲からまあコンチェルト1番2番もう素敵な楽曲を作ったわけですよ。で、未だにショパンコンクールって言ったらそのショパンをやるわけじゃないですか。ショパンが作った曲を、のようにやっぱりその楽器が飛躍するためにはその楽器のための曲が必要なんですよ。これはバイオリンでもそうですよ。まあサラサーテとかビニアスキーとかね、クライスラーとか、やっぱりバイオリンを世に上げるためにはその楽曲が必要なんですよ。で、これは新野先生ともこの間ちょっと対談した模様があったんだけど、やっぱりオーボエってなるとオケの中では若干そのね、目立つ楽器ではない。でもやはりオーボエ協奏曲とかね、無伴奏オーボエソナタみたいのが出てきたことによってオーボエが格が上がる。だからやっぱりオカリナでもオリジナルの曲っていうのを平本さん今後作った方がいいですよ。まあこういったお話をしたんですよ。でもね、今のオカリナ業界のトップの人を見てると、そのね、気概がね、全く感じれないね。感じれないのか、僕が、網羅できてないのかは、ちょっとわかんないんだけど、なんかクラシックのね、曲を吹きたがるだけ？それじゃ物まねになっちゃうんだよね。だからやっぱりオカリナが生きるその曲っていうのを僕は作ってもらいたい。ただやっぱりね、そのオリジナル？そのオカリナをね、世に出すための曲ってなると、01の曲になるわけよ。01の曲っていうことは、生まれた瞬間、誰も知らないのよ。この誰も知らないからね、やっぱりおっかないんですよ。やっぱり吹くなら、簡単だね。
だからやらない。で、その中で、まあ僕もいろんな、先生と、お付き合いある中で、やっぱりね、下原陸人先生は定期的にね、オリジナルは作ってるんですよ。僕はあれはやるべきだと思うし、もっともっとね、発信を僕の方でもこの YouTube でしていこうと思ってるんですよ。やっぱりね、オカリナのための曲っていうのはね、なくてはこれ以上オカリナがね、発展するってことはないと思いますね。で、やっぱりその、もう20年、30年ぐらい前に宗次郎さんが出た時に、大紅賀っていうのでズドンって出たじゃないですか。あれは明らかにオカリナのために宗次郎さんが書いたんですよ。で、未だに大紅賀吹いてるでしょ。未だに天空のオリオン吹いてるでしょ。それなんですよ。ただ、作曲した時点では誰も知らないから、やっぱり曲に魅力がないといけないし、それを吹く人にも魅力がないといけない。だから、約30年間出ないっていうのが、まあそこら辺なのかなというような思いを僕はしてますよ。だから若干、自分としてもね、歯がゆさはありますね。愛好者の皆さんはいいんだよ。なだそうそう、OK。もうなだそうそう、OK。ね。中島みゆきさん、時代 OK。ね。そういうの OK。僕らの責任ね。ということで、実はですね、陸人先生が書いてくださった、もうこれはね、カンターレのためのテーマソングっていうのがあるんですよ。で、今日ね、ちょっと吹いてみようと思ってるんですけども、これなんと、下は、し、下のしから上はレまでしかないんですよ。音域で言ったらむちゃくちゃ狭いんですよ。でもすごくいい曲。だから今後ねベースで買ってくださった人にはぜひこのねカンターレのテーマソング、伴奏と譜面差し上げますよ。僕のベースで買ってくれた人ね、あとは釜出しの一品で。で、これからちょっと吹いてみようと思うんだけども、すごくいい曲だし、で、もう一個が、たまにいるんだよ。作曲してもらったんですよって。でも、その作曲してくれた人って、オカリナ知らないでしょっていう話なんですよ。これね、オカリナ知らない人が作曲しても、ほぼ意味ないんですよ。僕から言わせると。なぜかって言ったら、やっぱり自分の子供が、これ飛躍するけどね、自分の、お子さんがいる人は分かると思うんだけど、自分のお子さんのことをよく知ってる人って学校の先生ですかっていう話よ。これ違うでしょ。親でしょ。別に結婚してない人だったとしたら、自分のことを産んでくれた両親の人の方が学校の先生より知ってるでしょ。学校の先生っていうのはあくまでもその学問を教える、あるいは集団的な行動を教えることなんですよ。その人物までとなるとやっぱり親御さんなんですよ。それと同じようにオカリナがいかに吹きたいメロディーを作曲できるかっていうのは僕は吹き手が作る上、だから演奏者でありコンポーザーである人が出てほしいなっていうのが、この人が言うその展望の一つかな。なのでちょっといい曲なんで吹いてみたいと思いますんで、今後釜出しの一品、僕ね明日釜が出るのでちょっといいのがあったら、買ってくださったらこれ譜面と音源差し上げますから、これぜひ吹いていただきたい。で、下原陸人先生も先日ね1200人大入り満員のとこでね、吹奏楽バックで吹いてきた。陸人先生はいいね。ということで、ちょっと吹いてみたいと思いますね。カンターレテーマソング、やっぱりね、皆さん、プロの皆さん見てたら、自分の曲作ってみてよ、オリジナル。やっぱそこで勝負しないといかんだろう。では、吹いてみたいと思います。下原陸人作曲。カンターレテーマソング。